廃炉、汚染水問題、風評被害への対策についてのお尋ねがありました。廃炉、汚染水対策については、中長期ロードマップや昨年9月に決定した基本方針に加え、これらの対策が十分に機能しなかった場合に備えた予防的かつ重層的な対策として、昨年12月に追加対策を決定しました。これらをもとに、全体の進捗管理、技術的難易度が高い取り組みへの財政措置、世界の英知の結集、国内外への情報発信等を政府が一丸となって進めていきます。風評被害対策については、放射性物質検査の確実な実施や、正確で分かりやすい情報提供が特に重要と認識しています。引き続き、政府一体となって、風評被害の克服に取り組んでまいります。国土強靭化基本法を踏まえた強靭な国土形成の進め方や、自治体への支援についてお尋ねがありました。東日本大震災が発生し、